はい、純チャンネル純でございます。4日目でございます。ということで今回は70連80連目引いてまいろうかと思います。でははい、ということで、まあ、ガチャの前にちょっとお話ししていきましょうか。まあ、今日1月10日金曜日にこれ収録しているんですが、エントリーまで4日と、まあ、そのぐらいと、23時間ぐらいっていう時間がね、表示されておりますが、皆さんどこに所属しましたかと、まあ、参加しましたかということですが、プラチナ、ゴールド、シルバー、まあ、上3つありますね。自分は、本当にアリーナで勝てねえんですよ。アリーナで勝てない。なので、僕は今回はシルバーでエントリーしてみようかなって感じています。現状の自分の戦力をちょっと見ていきますと、13万っていうのは本当にスレスレ、なんとか13万超えてるぐらい、まあちょっとこのポゼッションに関しては14万ぐらいで結構ね、抜けているんですが、まあ13万ぐらいが妥当です。ゴールドとか行きたいけど、やっぱゴールドクラスでもかなり強いお方がいっぱい出てきそうな気がするので、前回ゴールドやって何百位ぐらいだった気がするな。700位とかそのぐらいだったかな。なので、今回シルバーで、トーナメント行っていけるかな、行けないかな、まあ行けないだろうねって思うけど、100以内ぐらいにちょっとね、狙ってみようと思い、シルバーで参戦してみようと思います。では、70連目、80連目、参りましょう。はい、ということでやっていきます。昨日に引き続いてになっておりますが、ステップ7、ステップ8でございます。では、参りましょう。いきます。ポストナー。うん。さあ行きますよ。おら7、8で、あ、ゲットするのは、あー、違った、4か、残念。ドゥサンバスター、結構セルビア・モンテネグロ勢ってガチャで出てくるね。かなりゲットしてますね、僕陣営の中に。フィゲイレド・ポストナ、おーっと、ポゼッション、ホーム、SP パワータックル。わかんねえな、これ。全然わかんない。星4か。あー、4か。ちょっと5かと思ったけど違うね。ルーカス・レイバー。持ってないキャラクターだな、これは。いけい。ポジション。3でございました。ケビン・ラング。よいしょ。あー、ちょっと、前回のガチャが激アツだっただけあって。ちょっとね。冷え切った状態のガチャになっておりますけどね。よいしょー。下手したらこれ、星3ばかりで消えていく可能性が大いにありますね。おっと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 、あー、星4ですね。パワーフィールフェードが出てきましたね。スイス、10万入り。あげ、音が聞こえてきた。フィジカル、ゴールハンター。誰だこれ。これでも、おぉ、頼む、サラー、サラー違う、誰、あ、サディオマネー、2体目でございます。でも、サディオマネーか。あー、ちょっとサラーかと思ったんだけどな。サラーも EX バーストシュートじゃなかったのかな、違うのか。最後、おー、でもまあまあまあ、マネでもね、左サイドのフィニッシャーいないから、ストイチコフフィニッシャーだっけ、フィニッシャーか。ってなると、ちょっとマネー、まだね、限界突破させるのもったいないかな、なんて、ちょっと感じてはいますな。ステップ8参ろうか。おっしゃな。あ、4か。音が聞こえてきたと思ったら。なんでしょう。イリチッチ。ここは、おそらく、ギブスかな、もらえんの、アイテム的には。9回目、あー、星4か、星4か、誰だ、フォースメンサー、もうオランダ勢は
いらないです。まだ欲しいん。サイドアタッカーでございます。うん、声がなんでこんな裏返ってるのかわかんない。ちょっとテンション上げてみましょう。マルク・バルトロ、また欲しいん。ディフェンスリーダーでございます。またオランダだったらやだ。フェデリコ・ファシオ、これ持ってないね、このアルゼンチン選手は。なんか今ので運使い放した気がするな。星4、3連続。スアレス、まあデニス・スアレスだけどね、うん、あっちのスアレスだったら欲しいよな。うん、星4存在してないんだよね、スアレス君はきっと。よいしょ、クイックタックル、星4、ルガーニ、アドゥント、アドゥント。あ、今回はダメだね、なんか。ヌドゥール。よし、来た。まあ、毎回毎回ね、10連引いたらね、星5が出るなんてね、考えはね、甘いんだよ。ほんと。ね。あんな、トピック2個あったのに。うわー、いきなり点滅だつな。はい。ということで、まあ、こういうこともありますんでね、ご注意をと。でも、星4、5個出てたら、まあまあまあ、そっちに運使いしちゃったのかなというふうに思うしかありませんね。はい、もしよかったらグッドチャンネル登録していってください。やめさん、バイバイ、ありがとうございました。